本日内閣総理大臣として初めてこの海上保安学校の卒業式に臨み祝辞を述べる機会を得たことを大変嬉しく思います。卒業おめでとう。卒業生諸君の誠に礼儀正しく希望に満ち溢れた姿に接し頼もしく感じております。本日は諸君がここを巣立ち海上保安官としてのスタートを切る良い機会ですので一言申し上げます。台風が近づき引ける海の真ん中でその事故は起きました。何年前八丈島沖で一隻の漁船が転覆しました。船体発見との知らせを受け6人の潜水士が現場へと急行しました。漁船が消息を絶ってすでに3日、しかし潜水士たちは決して諦めませんでした。懸命の捜索作業を続け船底のわずかな空気だまりに3人の生存者がいることを発見しました。よく生きていてくれた、必ず助けようと自分を奮い立たせた。当時の江口潜水士の言葉からはその強い責任感が伝わってきます。転覆船での作業は全員初めての経験でありましたが、冷静かつ見事な連携プレーにより船内から3人の乗組員を無事救出しました。救出されたお一人、新浦さんの2人のお子さんは当時中学生でありました。お父さんに会えてよかった、こう言って無事帰還したお父さんと抱き合ったまま泣きじゃくっていたそうであります。人の命を守る、それは家族の幸せな暮らしを守ることでもあります。その任務は誠に崇高なものです。昨年の関東東北豪雨の現場にも諸君の先輩たちの姿がありました。洪水被害を受けた町では多くの人たちが取り残されたまま夜を迎えました。本当に不安な気持ちであったと思います。そうした中で海上保安庁特殊救難隊のヘリはサーチライトを照らしながら一晩中救出活動を続けました。その姿は濁流の中に取り残された人たちをどれほど勇気づけたことでありましょう。海難事故や災害の現場で大きな不安に駆られながら諸君たちの救助を待っている人たちがいる。国民が諸君を頼りにしています。その自信と誇りを胸にいかに困難な現場であっても立派に任務を全うしてほしいと思います。この3年間私は横浜や那覇などで大いに活躍する海上保安官たちの頼もしい勇姿を目の当たりにしてきました。広大な南西の海を守る最前線石垣海上保安部にも足を運びました。私が訪れた日も視察予定であった巡視船エサンが早朝に緊急出航するなど緊迫した空気が張り詰めた現場でありました。尖閣諸島周辺海域から戻ったばかりの巡視船石垣では同海域の現状を耳にし厳しい現実を改めて実感しました。領海侵犯船との距離はわずか20メートル、それでも巡視船石垣は迷うことなく領海侵犯船と日本漁船の間に割って入った。高度な操船技術を駆使して領海侵犯行為に毅然と立ち向かい日本漁船を守り抜きました。国民を守る、そして我が国の領土領海は断固として守り抜く、その強い決意がもたらした結果であったと思います。今この瞬間も日本を取り巻く広大な海を諸君の先輩たちが24時間365日体制で警戒監視に当たっています。荒波も恐れず極度の緊張感に耐え現場での任務を立派に果たす彼らは日本国民の誇りであります。諸君が
これから望むのはこうした厳しい現場であります。この困難な道を強い使命感を持って選び取った諸君にこれから敬意を表したいと思います。15年前の事件でも諸君の先輩たちは海上保安官としての揺るぎない使命感を身をもって示してくれました。九州南西海域で巡視船奄美や追跡していた不審船から突然自動小銃により攻撃されました。かがめ、クルス船長の声が船長に響きました。100発を超える銃弾を受ける中で長友航海士、金城航海長が次々に負傷しました。ロケットランチャーによる攻撃まで行われました。しかしそうした過酷な状況の下でも諸君の先輩たちはたじろうことなく任務を継続し、不審船の逃亡を決して許しませんでした。任務終了後、この海上保安学校の卒業生でもあるクルス船長は銃撃戦が行われた現場の状況を振り返り、こう語っています。みな一致団結して当たり前のことのようにやっていた。いかなる状況にあっても当たり前のことのように任務をこなす、これは並大抵のことではありません。しかしこれから海上保安官となる諸君にはその心構えを常に持って、これからも鍛錬を積み重ねてほしいと思います。時には辛く苦しいと感じることもあるかもしれません。しかしそうした時にはこの海上保安学校での学びの日々をどうか思い出してほしい。厳しい訓練についていけず悔し涙を流した夜、皆で助け合って乗り切った三海里の遠泳、船酔いに苦しんだ乗船実習、すべてが諸君の血となり肉となっています。練習船三浦での厳しい実習を終え、達成感充実感の中で食べたあの万願寺カレーの味を思い出して、いかなる困難も乗り越えていってほしいと願います。他国日本の中でいち早く海の重要性に着目した林士平が、その著書海国兵団の中で海の守りを強化すべきだと訴えたのは220年ほど前のことであります。航海技術が格段に進歩し、欧米の船舶が日本へとたびたび訪れるようになった。その現状にこう警鐘を鳴らしました。江戸の日本橋よりからオランダまで境なしの水路なり、日本の潮を取り囲む海は技術進歩の前にはもはや外敵を防ぐ砦とはならない。江戸から中国ヨーロッパまで簡単に行き来できる時代にあって、海の守りを固めなければならないと説きました。しかし他国政策を堅持する江戸幕府はこうした現実から目を背けてしまう。時代の変化に対応できず、幕府は半世紀後滅亡することとなります。現代においても私たちが望むと望まれざるとに関わらず、テクノロジーは日々進化しています。国際情勢も大きく激変している。こうした時代の変化に私たちは常にしっかりと目を凝らしていかなければなりません。海の底に眠るさまざまな資源は将来は国に大きな恵みをもたらす可能性を秘めている。海洋権益を守るため調査は極めて重要であります。豊かな海を守るためには海洋環境を保全する努力も怠ってはなりません。グローバル化が一層加速する中で、自由な海、平和で安全な海を守るためには国際的な協力を深めることが不可欠であります。今も世界の大動脈アデン湾では海上自衛隊とともに海上保安官の諸君が海賊対処に汗を流して出ています。東南アジアの国々の海上保安機関との二国間協力もマラッカ海峡から南シナ海、東シナ海へと伸びる海上交通路の安全を確保するため欠かすことはできません。
平和で豊かな海を守る海上保安庁の役割はこれからも変化し、その重要性を一層増していくことでありましょう。しかしそれは時代の要請であります。卒業生諸君、諸君にはどうか広い視野を持ち続けてほしい。それぞれの現場において柔軟な発想で時代の変化に即応し全力を尽くしてほしいと思います。ご家族の皆様、この晴れの日にあたりこれからのお祝いを申し上げたいと思います。ご覧のように皆立派な若武者となりました。入学前とは見違えるようなたくましく成長した姿を目の当たりにされて感激もひとしおかと存じます。彼らを海上保安官として送り出してくださったことに内閣総理大臣として心から感謝します。お預かりする以上しっかりと任務が遂行できるよう万全を期すことをお約束いたします。最後となりましたが、学生の教育に尽力されてこられた教職員の方々に敬意を表するとともに、日頃から海上保安学校にご理解とご協力をいただいているご来賓の方々に感謝申し上げ、私の祝辞といたします。平成28年3月19日、内閣総理大臣安倍晋三。